昔々、ある野原にいたずらな狐の一族が住んでおったそうな。その狐どもは人をたぶらかしては頭をつるつるに剃ってしまうのだそうな。例えばこんな風に。いやー気持ちがいいね。いやね、そこまで来たらね、急に頭が痒くなってきてね、なんだかこう無性にさっぱりしたくなってよ。そしたらどうだいお前さん、こんな野原の真ん中にあるじゃないの、床屋がさ。いや嬉しかったね。それでポンと飛び込んだってわけ。それしたらお前さんは大したもんだね。腕だってんだよ。もったいないよ、こんな田舎に置いとくなあね。いい腕だ。江戸に行ってごらんよ。江戸へ随分と稼げるよ。そう言っちゃなんだがね、おいらみてえなシャレもまちとうるさいんだよ。床屋の腕がわかるってことよ。ほんとだよ、さっぱりしたよ。あれこれ、はあ、狐にやられただな。おらんもよと、まあこんな塩梅だったそうな。そんなわけでこのいたずら狐どもにはカミソリ狐という呼び名がつけられとったそうな。ある日のこと、カミソリ狐を退治する兵と村の衆が庄屋の家に集まった。だが庄屋をはじめ村の衆はみんな狐につるつるにやられちまっているので、いい知恵が浮かんでこない。ところが村でただ一人狐に頭を剃られていないのがおった。これが才蔵という若者。間抜けがよくも揃ったもんだ。オラだってのっぱらで何べんカミソリ狐の野郎に出っかしたかしんね。だがそのたんびにオラビシッと見破っただ。狐に騙されるようなかぼちゃ頭がいくつ揃ったって狐退治の知恵は出めえよ。どうだみんながよ、オラに退治してくれろと頼むんならオラ一肌脱いでやってもいいんだがよ。というわけで村の衆に頼まれて、才蔵はカミソリ狐を退治することになったそうな。才蔵はちょっと知恵のあるのが自慢で、村の衆からも一目置かれておった。だから村の衆も才蔵ならカミソリ狐を退治できるかもしんねえと思った。だが心のどこかでやっぱり才蔵もたぶらかされてツルツルにされてしまうんじゃなかろうかとも思っておったそうな。おりゃ、あらこれまた才蔵さでねえだか。おめえ誰だ。あら忘れただか、隣村のおこんだよ。知らねえ。そんな忘れるた冷てえよ。ふん、くせえぞくせえぞ。よし、知恵使うんだ。ああ、思い出した。おこんか、体操べっぴんになっただな。いくつになっただ。いやんだ、18だよ。ほう、そうきゃ。生まれは狐年だったかな。いやだ、狐年なんかじゃねえだよ。おら、犬年だよ。犬年。犬年なら今年は24だ。この嘘つき狐め、そのぐらいの知恵でこの才蔵様が騙せると思っているのか。見ろ、ほら騙されねえ。見てろよ、悪たれ狐め、必ず仕留めてくれるからな。第一の狐を見破った才蔵は鼻息も荒く野道を進んだそうな。さてここらがいたずら狐どもの本場。見事才蔵を仕留めるか、反対にツルツルにされるか。プッ、なんだろ、不用心な目狐だ。狐の化けた姉さは才蔵が見ていることも知らずにひょこひょこ歩いていったそうな。しばらく行くと姉さは道端にしゃがみ込んで枯れ草を引っこ抜いては何やらこしらえ始めたそうな。何をしているんだよ。なんとそれは。何を始めるつもりだべ。
才蔵は狐の化けた姉さが何をするつもりかわからないので、しばらくそっと後をつけてみることにしたそうな。母さん、遅くなっただ。あれ、まあ、帰っただかどれど、おらに抱かせる。あばばばばばば、おめえはめんこい孫だやな。まった！おばば、騙されちゃなんねえ。この嫁さは狐が化けてるんだ。おばばの抱いている赤ん坊は枯れ草の人形じゃ。おら、この目でしっかり見てるんだ。誰だ？知らんね。ふん、知らばっくれる気か？目狐め、おらさっきからずっとつけてきたんだ。何もかも見て知ってるんだ。もう観念するんだ。おら、おらおら。何するだ、こんバカ。おらが大切な嫁子を殺しすぎたか。嫁っ子でねえってば、狐だ。嫁子だって。狐だってば。狐ではねえよ。言い争ってもキリがない。そこで才蔵は持ち前の知恵を働かすことにしたそうな。何すんだ。まあ見てなって。化け狐は青い杉の葉いぶして煙攻めにすりゃ正体現すって言うんでねえけ。こんだらごつって、おらが嫁子にもしものことがあったらどうしてくれる。今に尻尾出して正体表す。そんだけ残った。やめる。これは狐でね、本物のオラが嫁子だって。狐だって。もうやめる。これは本物のオラが嫁子と孫だや。狐と枯れ草だって。いや、今少しだ。まだなら、やめてやれ。まだやめねえか、死んでしまうよ。もう少し。才蔵はだんだん心配になってきた。死んでしまった。これでもオラが嫁子と孫が狐が正体現したか。起きてくれ。これ返事してくれろ。これ生き返ってくれよ。嫁子が殺されて、孫が殺され、どうすべどうすべどうすべ。おらとんだことをしちまっただ、おばば。どうすべ。すらねすらね、おらすらねってばや。おら人殺しちまっただ。おら人殺しだ。どうすべ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 。これこれ、何かお困りのことでもあったかな。坊様、助けてくれ。おら大変なことをしちまっただ。助けてくれ。この坊様は偉い坊様だとかで、できたことはしょうがないとなだめてくだされたそうな。それでは気が済まない才蔵は、死んだ嫁さと孫の母体を弔いたいと何遍も何遍も坊さんに弟子にしてくれるように頼んだそうな。坊さんは根負けして、それではと才蔵の頭を丸めることにした。何枚どありがとうや、何枚どありがとうや、何枚ど何枚ど
何枚どありがたや何枚どありがたや何枚ど何枚どありがたや最高じゃんつるつる坊主じゃ何枚どありがたや何枚ど何枚どありがたや最高がやられてるだよやられてしまってるみごと、才蔵もつるつるにそられてしもうたそうな。